はい。皆さん、こんにちは。ワンダリングルビッシュです。では、今回は、This is Abolish の175日目、プレイしていきたいと思います。まあ、早速、新聞から見ていきましょう。有名ファッションデザイナーのヴィンセンツォ・カスタルドが精神病院。まあ、こういう、なんていうのかな、美術肌というか、芸術肌というか、まあ、そういう人は、まあ、精神的にちょっとね、突出したところがきっとあるんじゃないかなっていうのも、ありますけど、ちょっとそういう気が全くないんで、わからないですね。最近の学生たちは絶望的、東京しか嘆く、ゴミ廃棄場で一風変わったブランド服発見。まあ、このブランド服発見ってどんなブランドのどんな服なのか、ちょっと気になりますよね。で、メモを確認して、ただより高いものはないと。まあ、確かにね、ただでもらって何か変なお願い事をされるなんてことはよくありますからね。で、ニューベリーは、体力ゲージが2か、まあ、これは休んでもらいましょう。で、半旗、息子が交通事故に巻き込まれた医師たちが懸命に救命処置を取っているが、今日にはどうにも仕事にならないと。これは休んでいいでしょう。クラウスは酒飲んでんのが。ゲイは？今日は親戚がやっている。海外に住んでいるんで会うのは初めて。休暇を取っていいですか？ダメだ。ジクソン、昨日賭けに負けて車の鍵を飲み込む羽目になったんです。昨晩から血便が出ている。いやー、ダメだ。血便ぐらいじゃ働いてくれ。で、警官が4人死んでるんで、まあ、刑事と合わせて。そこもかなり痛いんですよね、シフト B チームは。じゃあ4人雇っていきましょう、早速。シフト B チームに4人入れます。まあ、ここはもう選べないんでね。誰をどっちに入れるとかっていう余裕は全くないんで。シフト B に全員追加していきましょう。まあ、こうやって見ると、でもシフト A に1人追加してもいいな。で、刑事もシフト A チームに1人入れましょう。で、襲撃事件の方は、おっと、ギリギリでしたね、2人。エイムスとコールマンは入れていきます。ギャラリー責任者。やっぱり前々回かな、聞き込みに行った、元、なんだっけな、研修員で、現ストリッパーの女の子が一番、この This is the Police 史上、可愛かったかな。まあ、可愛いって言っても、この絵のタッチなんで知れてますけどね。さあ、偽造です、住宅街。匿名での密告。アパートの最上階で犯罪者たちが偽札を印刷しているらしい。ある筋の情報によると、武装したガードが24時間体制で見張っている。なるほどね。じゃあ、ここはフィッシュバッグにバーディードットのロジャーザーの3人を送っていきましょう。死ぬわけにいかないんで、スワットチームを送ります。もう、このシフトウェアダブルゲイがね、売りだったんですけど、そのうちの片割れのゲイが死にましたからね。さあ、喧嘩騒ぎ公開です。毎週行われているミレン夫人の読書会で喧嘩が勃発。まあ、この程度だったらさ、普通にさばいてよ。ニクソンは血便出てるんで、ワンダルに、ポンズ、この3人って言ってもらいましょう。2人でもよかったかな、今の事件のレベルだと。マーク・フィッシュバッグが死んだが、フィッシュバッグはね、ご覧の通り1220を持ってるエース級の警官だったんで、痛いな。連続してエース級の警官を失うことになりましたね。2日連続で。まあ、2人でやってもらうしかないよね。ここにだって、ロジャーズ派、反ロジャーズ派入り乱させるよりかは、スワットチームと連携して対処してもらった方がいいでしょう。シフト A チームにまた損害が出てるからな。今回はでも事件そこそこ起きますね。騒音苦情です。年配の男性はアパートの外にいる群衆が騒々しくて歩き回っている音を聞いた。騒々しく歩き回っている音を聞いた。そして銃声の音も時折聞こえたと話した。これはね、パーティーですね。パーティーというか、パレードですね。新年を祝うパレード。では、タマラ・イーデルスタイン。私に言わせれば、当ギャラリーはこの街の一番の見どころだと思っていますが、そう思わない人もいるようです。先日、ロジャーズ市長の関係者たちがやってきました。彼らはものすごい量の建築
資材を持ってきて、それをクレーンでギャラリーの屋上に乗せたんです。おかげで屋上に行くことはできなくなりました。私は自ら市長に電話しましたが、ギャラリーが市のお金で運営されている限り、私たちに文句を言う資格はないと言われました。あの建築資材は建築を勉強中の市長の甥のためだそうです。何でもギャラリーの屋上に変な観測デッキを作るつもりらしく、そこから現代美術の将来を伺い知ることができるそうなんです。なんてセンスが悪いんでしょう。これ美術館の上に人を配置する必要はないな。裁判所の上に2人配置しましょう。で、郊外での事件ですね。2人の男が床で取っ組み合いの喧嘩。1人は分厚いドストエフスキー州で相手を殴り、不愉快なサルトルよりもずっと前に、フードル・ミハイロビッチは実存主義を生み出したんだと叫んでいる。広辞苑みたいなもんかな、この分厚い本っていうのは。棚からプルースト紙をつかみ攻撃する。フリードヒリ・シュエリングはどうだい。唐辛子スプレーを使う。まあ、唐辛子スプレーを使ってちょっと相手を攪乱しましょう。逃げられた？市民に死傷者が出なければまあいいでしょう。でも今日ももうね、夜中の21時になろうとしてるんで、事件の数は本当に少なくなってますね。危険運転ルート22。パトカーが市内を暴走している車を追跡していた。容疑者は何度も停止を求められたが、それを拒否。追跡中、パトカーは車道から押し出されてしまい、それ以上の追跡が不可能となってしまった。なるほど。じゃあ、ここは、しょうがない。ディクソンも行ってもらおう。血便中だけど、行ってもらうしかないんで、行ってもらいます。フロリードがやられるっていうのだけは避けたいからな。フィッシュバックなきゃと、シフト A はもうフロリードを一人で支えてもらわなきゃいけないんで。レイプ事件の新しい写真はないか。薬物所持も写真はない。警官をちょっと増員し、刑事かな？を増員してあげなきゃいけないんだろうけど、襲撃事件のね、襲撃計画の方の、まあ、聞き込みに刑事を使ってる以上は、どうしてもね、事件の方に刑事を回せないっていう本末転倒なんですけど、状況があるんで、今配置してる主任刑事だけで頑張ってもらうしかないな。フィッシュバックが死亡。はい。というわけで175日目、プレイの方をしていきました。いかがでしたでしょうか。では、次回は。ちょっとね、早速この魅力的な見出しが出てますけど、美しく服を抜くのは自己表現ではなくお金のため。とストリッパー。まあ、そりゃそうだよね。服なんて脱ぎ捨てることもできますからね。というわけで、175日目プレイしました。いかがでしたでしょうか。次回は176日目、1月6日月曜日。残すところ、もう、6、7、8、9、10と5日間になりますけどね。プレイの方していきたいと思いますので、引き続き応援の方よろしくお願いいたします。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で、動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方は、ぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいな、というふうに思います。